はいどうも、タタタです。アプデで料理の DIY レシピとかぼちゃに加えて新たに5種類の野菜が追加されることになりました。ということで今回は写真映えするおしゃれな斜めの道を使った畑を作ろうと思います。最近めっきり寒くなったのでうちのカフェも暖房を入れるようにしました。そして料理の DIY ができるようにキッチンの部屋も作りました。早くここで料理したいですね。ちなみに追加される野菜はトマト、小麦、じゃがいも、サトウキビ、人参となっていて、料理の素材に使う小麦や砂糖の材料のサトウキビはね、多めに植えるのがいいみたいです。あつ森ダイレクトで作られていた田んぼ型の畑もね、すごく可愛いですよね。はい、では作っていきます。はい、作る場所はこちらです。 C の2番のエリアに作っていきます。では斜めの道を作っていくんですけど、分かりやすいようにねガイドを引いておきました。このガイドに合わせて斜めの道を引いていきます。ちなみに見てもらったら分かるように島クリエイターで斜めの道を引くことはできません。はい、なのでベースは道で作って、その周りを草の縁のマイデザインで引いていきます。こちらはアナさんのマイデザインをお借りします。こちら月ごとに細かく地面の色が作られていて、いろんなデザインの斜めの道が作れるのでとてもおすすめです。今斜めの道がねめちゃくちゃ流行ってるんで、ぜひ他の島くりでも使ってみてください。さっき引いた斜めの道の両側に道を引いていって、ひし形を縦に並べるように道を引きます。そしてひし形の角を落とすように丸くしていきます。そして今丸めたところに草の道の前デザインを引いていきます。そうすると斜めの道がまっすぐ引けます。はい、次は左側の縁を選んで同じように引いていきます。はい、これが斜めの道の引き方です。すごい、地面の色と前デザが馴染んでめちゃくちゃ綺麗な斜めの道が引けました。こういう風に四角形にしたりとか、いろんな形にしても面白い形が作れるので、ぜひいろいろ試してみてください。はい、今作った道を端っこまで伸ばします。そして一マス開けて道を4本作ります。こういう風にギザギザの道になります。これだけでもなんか面白そうな形になりますね。そしてこの道の角を取って丸くしていきます。はい、全部の角を取るとこういう形になります。これはこれで可愛く見えますね。そして全部の道に先ほどの草の縁のマイデザを貼っていきます。これで畑のベースになる斜めの道を引くことができました。あとは畑の上の装飾と周りの島クリエイトをしていきます。この道のギザギザした感じもすごくナチュラルで綺麗ですよね。道の端っこが自然に馴染むように若木の L サイズを植えます。バランスよく見えるように広葉樹と針葉樹を交互に植えていきます。立体感が出るように畑の手前にも若木の M と L サイズの木を植えます。若木の後ろには成長止めのフルーツも植えといてください。はい、そして畑と畑の間が寂しくならないように低木を植えていきます。カメラの画角を見てバランスのいいところに植えました。低木とのバランスを見て若木の M サイズを植えても可愛いです。はい、次は畑の上や周りに畑に合いそうなアイテムを適当に飾っていきます。かかし、猫車、
木製のバケツ、丸太の杭、サンクスギビングな麦飾り、干し草のベッド、ありがたい虫かご、物干しロープ、そして樽の上にはしょぼいじょうろを飾ります。しょぼいスコップなど道具を飾っても可愛く見えます。こういう風に物を置くだけでもだいぶ田舎の畑感が出てきました。はい、そして物を置いた周りを囲うように若木の M と L サイズの木を植えていきます。こちらも手前が低くなるようにして、広葉樹と針葉樹を交互に生やすとバランスが良くなります。はい、そして柵をするとさらに畑っぽくなります。今回は有刺鉄線を選びました。はい、次は手前の低い木の奥に針葉樹と広葉樹の静木を植えて隙間を埋めていきます。はい、そしてカメラの画角で木のバランスをチェックします。奥の方が少し寂しいので崖を作ることにします。崖のサイズもちょっとね、適当に作ってます。奥の方にまた違うエリアを作りたいなと思うので、ちょっとね、小さめの崖にしています。で、2段目の崖も作って、で、滝を流します。これもすごく適当に作っています。こんな感じでいいかな。ちょっとした崖を作るだけで奥の方がね、だいぶ締まった感じに見えるようになりました。でちょっと畑が緑で寂しいので、お花を植えて華やかにします。今回は白色のいろんな種類の花を選んで植えました。やっぱりお花を植えるとすごく華やかになりますね。はい、最後に畑の道の上に作物を植えていきます。まだ他の野菜がないので、今回は列ごとに色違いのかぼちゃを植えていきます。アプデ後にはいろんな野菜に植え替えていこうと思います。はい、これでやっと全部のかぼちゃが植え終わりました。苗がぷくっと植わっているだけでもすごく可愛いですね。あと畑の隙間の空いているところにも雑草を追加しました。ガックシのポーズで横から撮るとかぼちゃを収穫しているように見えます。いや、秋の夕暮れが似合う田舎感のある畑ができて大満足です。シンプルな作りなんですけど、斜めの道に植えるだけでね、なんだか垢抜けた印象になりますね。皆さんもぜひアプデに向けて畑を作って準備しておきましょう。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。